電圧計はある2点間の電位差を測る電気計器である。デジタル電圧計や自動車、オートバイに搭載される電圧計もこの項目で説明する。ヒューレットパッカード社の電圧計内部電気抵抗の大きな測定器であり、測定する回路の2点間に並列に接続する。直流の場合、電流制限用の大きな抵抗と可動コイル型計器を接続し、 流れる微小な電流でムービングコイルを動かして電圧を測る。測定範囲の拡大のために直流では倍率器が交流では計器用変圧器が利用される。また交流の測定にあたっては整流器と直流用計器を組み合わせたもので測定される。可動コイル型可動てっぺん系基本的な構造は電流系と同じであるが回路上に 電気抵抗があるためて電流が流れると、オームの法則により求められた電圧を検診可能な構造となっている。右に、可動コイル型の図を示す。構成部品は、永久磁石、コイル、指針となっている。さらにその下の図は、可動てっぺん型で、構成部品は、可動てっぺん、固定てっぺん、指針となる。直流電圧計直流においての電圧を、 測定するのに使用される。構造は可動コイル型であり、永久磁石及びコイルで構成される。また、触れ角は電流に比例するのでメモリ平等メモリとなる。交流電圧系構造は可動てっぺん系であり、非常に簡単、堅牢安価で、商用電源周波数程度の交流電圧を測定するのに広く使用されている。本来は実行値の事情で針が触れるが、 固定てっぺんの形を改良することにより、定格の10から20%以上はほぼ平等メモリとすることができる。構造的には電力系と同様だが、内部配線が異なる。原理的には直流から商用周波数程度である。二つの金属板に加えられた電圧により力が生じることによって支持する。低電圧の場合金属板に生じるトルクが小さいので、 もっぱら高電圧で使用される。熱電系電圧計は15から1 5 0トまでが製品化されている。電子電圧計交流電圧の実行値を広い、周波数帯域及び広い電圧の範囲を測ることができる装置である。バルボルトは真空間電圧計の俗称である。またミリバルはミリボルトバルボルの俗称で微小電圧測定のための測定器である。 スピバスでの接続の例ここでは、汎用の16ビット ADC を例に挙げ解説する。IC 内部には入力、マルチプレクサ、プログラマブルゲインアンプ、アナログデジタル変換回路とそれらを制御し、マイコンなどとの通信を司る制御通信部からなる。下記に MCU による電圧値取得の例を書く。ピンの割り当てやリファレンス電圧、PGA の設定。 サンプルレートなどを指定した後に、電圧値を1秒ごとに、コンピュータに送信するソフトウェアである。スピスピ、もし、ミソ、SCLK、デジタルアウト CS、CS、シリアル PC、INT メイン。スピ、フォーマット。スピ、フリークエンシー、1MHz。ウェイト水、ディレイフォーミニマムオブ16、水ツーアラウパワーサプライズツーセトルパワー。 on reset to complete. cs イコール0 select the device by sting chip select row wait with delay for minimum of tsc cs.sp, light, reset wait with delay for minimum of 0.6ml sp, light, datic stop read data continuous mode wait with den, light to register rrrr sp, ライト、レグ、right,、モックス、レイスピ、ライト。スピ、ライト、アイン、レ、right. イ、イコール。アイン、イチ、イコール。ウェイト、ミズ。スピ、ライト、システムコントロール、レジスターレイスピ、ライト。スピ、ライト、インターナルレファレンス、イズ、オルウェイズ、オン。アンド、インターナルレファレンス、セレクテッド。ウェイト、ミズ。スピ、ライト、システムコントロール、レジスターレイスピ、ライト。スピ ライト pga イコール2データアウトプットレートイコール20 sps ウェイトミズスピ、ライト、シンク、シンクロナイズ adc コンバージョンズウェイトミズ CS イコール1ホワイル CS イコール0スピ、ライト、ルテータ、リードデータワンスウェイトミズアンサインド、チャーボルトヘックス1イコールスピ、ライト アンサインド、チャーボルト、ヘックス2イコールスピ、ライト。アンサインド、ショートボルト、ヘックスイコールボルト、ヘックス2。フロートボルトイコールボルト、ヘックス、レイエエックスフエフエフレイから一1 0二四ボルト。シーエスイコール一1。ーシープリントフ、ウェイト。表示部を LCD やセブンセグメントディスプレイに置き換えれば、デジタルパネルメーターとして仕上げることも、 可能になる。漫画人抵抗による倍率器倍率器は直流電圧計の測定範囲拡大に使われる抵抗器で電圧計に直列に挿入する。直列抵抗器とも呼ばれる。電圧計を装備した自動車の計器周り自動車やオートバイの一部には蓄電池性能監視のためにメーターパネル内などに電圧をデジタルまたはアナログメーターによって指示したり正常、不足、 要点検などの抽象的な表示を行う電圧計を備えた車種も存在しているが、パネル計器としての精度しかなく、警告等で代用するものが多い。ありがとうございます。